DOOM は ID ソフトウェアが開発したファーストパーソンシューティングゲームであり、1993年12月10日に PC-DOS 向けのシェアウェアとして発売された。本作はプレイヤーキャラクターの一人称視点でゲーム進行し、そのほとんどが敵を撃ち殺すことに費やされる一方、探索をはじめとするアドベンチャーゲームとしての要素もある。DOOM シリーズの第一作である本作は FPS というジャンルの代表作として知られており、その人気は後発の FPS に多大な影響を与え、オンラインゲームの発展にも寄与している。その一方で、本作の暴力的な表現が問題視され、常に論争の的となってきた。本作はプレイヤーキャラクターの一人称視点でゲーム進行し、そのほとんどが敵を撃ち殺すことに費やされるファーストパーソンシューティングゲームであるが、単純なアクションゲーム前としたものではなく、秘密の部屋や隠されたアイテムを見つけたり、次のエリアに進むために鍵や遠隔操作の開閉装置を操作したりすることが必要となるアドベンチャーゲーム的な探索の要素も持っている。ゲームはチェーンソーや散弾銃といった現実にある武器から、BFG9000 のような架空の武器までを駆使して敵を倒していく内容となっている。敵の中にはインプやサイバーデーモンなどといった地獄の悪魔たちもいれば、ゾンビ化した海兵隊員のように火星基地に住んでいた人間が地獄のモンスターに寄生されたり改造された者もいる。また、スタンドアローンでの単独プレイの他にネットワークを利用した2から4人プレイ用のゲームモードがあり、協力プレイ、オペレーティブモードと対戦プレイ、デスマッチモードの2つを楽しむことができる。このマルチユーザ対戦は ID ソフトウェアから発売されたクエイクシリーズによって FPS におけるスタンダードなものとなった。DOOM にも他のゲームと同様にチートコードが存在し、不死身、全武器入手、壁抜けなどの能力を持つことができる。本作はKnee-Deep in the Dead、Shores of Hell、Infernoの3つのシナリオからなり、それぞれ隠しステージとボスステージを含む9つのステージで構成されている。シェアウェア版では、第1エピソードKnee-Deep in the Deadを無料でプレイすることができるが、第2エピソードShores of Hell及び第3エピソードInfernoをプレイするためには、ユーザ登録をするか、パッケージ版を購入するかしなければならない。1995年にはオリジナルの DOOM と追加シナリオザ・フレッシュ・カンスームドを収録したザ・アルティメット・DOOM がパッケージ発売された。火星の軍事企業ユニオン・エアロスペース・コーポレーションは火星の衛星フォボスとダイモス間で秘密裏に瞬間移動装置の実験を行っていたが、その実験中に偶然地獄へのゲートが開く。基地のセキュリティシステムはゲートからやってくる地獄の住人たちを阻止することができず、基地の人員は柴叩く間に殺され、ゾンビと化し、火星から事件の調査のために派遣された UAC の部隊もすぐに音信不通となってしまう。UAC 部隊の唯一の生き残りとなった主人公の宇宙海兵隊員は基地からの脱出を図る。詳細は DOOM の開発を参照NeXTstation。ウルフェンシュタイン 3D 発売後の1992年11月、ID ソフトウェアは、ファーストパーソンシューティングゲーム、DOOM の開発を決定した。チームの一員であるトム・ホールは、背景設定や基本仕様を記載した書類を作成しており、この時点では開発チームが親しんでいた、ダンジョンズ&ドラゴンズに似た内容になる予定だった。ところが、ジョン・カーマックとホールの間で、意見の相違があり、結局ホールの案は取り下げられた。議論によって、非直線的な壁の導入や、床や天井の高さに差異を持たせるといった基本的な仕様が決定した。また、本作のワークステーションには前年購入したNeXTキューブが用いられたほか、ゲームデザイン及びレベルデザインはアメリカンマギーが担当した。カーマックは本作の開発において、バイナリ空間分割による衝突判定を作成した。本作は E2M7 とハンガという最初期のバージョンを経て1993年2月4日にプレアルファ版が出来上がった。その後、スーパーファミコン版、ウルフェンシュタイン 3D の移植トラブルの対処のため、一時本作の開発が休止されたものの、1993年4月には、アルファ版が完成した。さらにその後ホールが退社し、発売から10週間前に入社したサンディ・ピーターセンが、ホールの残したマップの調整や、新規マップの自作を担当した。1993年10月には、プレス向けのバージョンが完成し、その2ヶ月後の12月10日、本作の製品版が発売された。スパイダーマスターマインドの模型。本作においては新たな挑戦も行われた。例えば敵キャラクターのグラフィックはコンセプトアートをもとにクレイモデルを作り、それをビデオ撮影した後パソコンに取り込んで加工するという方式が取られた。また BFG9000 などの武器類はスタッフが玩具店で購入したおもちゃの映像を合成する形で作られた。さらに、エイドリアン・カーマックの手により、本作では肉片が飛び散る様子が描かれており、この表現はエイドリアンからギブズと呼ばれている。一方で、本作の敵キャラクターのグラフィックは平面で描かれており、3D のポリゴンの導入はクエイクを待つことになる。加えて、カーマックが懸念していたポリゴン数の型は後に、DOOM エンジンにおける動作遅延問題として表面化するものの、カーマックはグラフィックの質を下げることはせず、別の方法で解決に持ち込んだ。詳細は、DOOM の公式版を参照オリジナルである、PC-DOS 版のほか、PC-9801&9821、Microsoft Windows、QNX、Elix、Next Step、Linux、Macintosh、スーパーファミコン、スーパー 32X、プレイステーション、ゲームボーイアドバンス、アタリジャガー、セガサターン、サンドゥなど多数のプラットフォームに移植されている。ただしそのすべてがオリジナル版からの完全移植というわけではなく、スーパーファミコン版ではハードウェア性能の都合でグラフィックの質を下げている。また、日本国内においては、イマジニアから PC-9801&9821 版とスーパーファミコン版が発売されたほか、セガエンタープライゼスからスーパー 32X 版が発売され、ソフトバンクからセガサターン版とプレイステーション版が発売された。その後、1990年代後半にオリジナルのソースコードが GNU ゼネラルパブリックライセンス下で公開され、ファンの手によって様々な移植、改変がなされた。DOOM64 はミッドウェイゲームズが開発し、1997年に発売された Nintendo 64用ソフトである。同作はグラフィックやマップが大幅にリニューアルされ、ストーリーもオリジナル版からの続きであるため本作、及び DOOM2 の続編に相当する。また、本作のラスボスがスパイダーマスターマインドだったのに対し、DOOM64 では、モンスターを生み出す母体、マザーデーモンに変更されている。2020年3月、ナイトドブスタジオにより、Windows、Nintendo Switch、PlayStation 4、Xbox One 向けに復刻移植された。同作の日本語版には、日本語の説明書が付属している一方、ゲーム内における、日本語はアイテムを入手した際などに表示されるメッセージのみで字もカタカナであり、字の色が赤から緑に変更されている。DOOM の改造及び DOOM のソース移植一覧も参照。本作は大ヒットし、ロメロがある大学のサーバに本作をアップロードしようとした際に噂を聞いたファンからのアクセスがサーバに殺到してダウンするという出来事も発生した。その後、開発者であるジョン・ロメロらがソースコードを公開したことにより、ユーザーによってDOOMWATと呼ばれる様々な拡張データの制作も行われた。また、1990年代中頃からは、デューク・ニューカム 3D をはじめとするDOOMクローンと呼ばれる亜種も多数作られている。本作が販売された1993年当時の日本ではインターネットがあまり一般的ではなく、日本人が海外のゲームの情報を入手するのは簡単ではなかった。それでもニフティサーブなどのパソコン通信サービスにおける海外ゲームのフォーラムにて、本作のシェアウェア版が公開されており、ドワンゴでの対戦プレイを楽しんだり、WATをダウンロードして遊ぶファンもいた。また、日本においては、FPS という単語が一般的ではなかったことから、これらのゲームは、DOOM 系と呼ばれていた。4gamer.net の奥谷海人は2013年の記事の中で、LAN によるマルチプレイモードや WAT の存在が画期的だったと述べている。本作の売り上げにより、ID ソフトウェアには、毎日のように10万ドルの利益が入るようになった。売り上げこそ150万本にとどまり、1200万本以上を売り上げたミストなどに及ばなかったものの、シェアウェア版の利用者は1500万人から2000万人に上ると言われている。開発スタッフの一人であるサンディ・ピーターセンは、最初の1年での売り上げは数十万本程度だったとし、海賊版の横行によって頭打ちになったのだろうと推測している。専門家は1999年の時点におけるパッケージ版の売り上げは約300万本だろうとしている。PC ゾーンは全世界で約600万人が遊んだと推測している一方、発売から2年間で1000から2000万人が遊んだと見る者もいる。雑誌ドラゴンでは5つ星が付けられ、ウルフェンシュタイン 3D からハイスピードなアーケード調のシューターに進化した点や、オンラインプレイに対応している点などが評価された。コンピューター&ビデオゲームズでの評価は 93% であり、テクスチャマッピングで構成されたステージが怖くて刺激的だとした一方で、過剰な暴力表現や同じことの繰り返しになる点を指摘している。日本のライター、片山博もパソコン雑誌インターネットマガジンで組んだ本作の特集記事の中で、爽快感や面白さについて触れると同時に、残酷表現についても指摘し、子供に見せるべきではないとしている。コンピューターゲーミングワールド誌のアンケートプレイング、レートリーでは、1994年2月号分で本作が1位となり、悪な仲間たちと4人で遊ぶ、ネットデュームほど病みつきになるものはない、ぶっ通しで72時間も遊んだのは、こんなのが初めてや、4人プレイできる、ドゥームは、生産的で退屈な仕事をぶち壊す手っ取り早い手段だといった読者からのコメントが寄せられた。また、同誌ではネットワーク対戦などを評価する記事が掲載された。一方、翌月号のレビューではグラフィックなどを称賛しつつもラスボスがぬるいといった指摘も寄せられた。エッジはゲームシステムが単純だとしたものの、グラフィックやステージ構成などを称賛した。1994年には PC ゲーマー、コンピューターゲーミングワールドの両誌においてゲームオブザイヤーに輝いた。さらに PC マガジンのテクニカルエクセレンスアワード、アカデミーオブインタラクティブアーツ&サイエンシズのベスト、アクションアドベンチャーゲームを受賞し、2004年4月の PC ゲーマー10周年記念号において、最も影響力のあるゲームの一つに数えられた。また、2007年3月12日、ニューヨークタイムズは、本作が時代を象徴するゲーム、ゲームカノンの一つに選ばれたと報じ、後に、本作は、他のゲームカノンと共に、アメリカ議会図書館に保管された。本作が発売された当時は、前年に発売された、モータルコンバットをはじめとするゲームにおける、残酷表現が問題視されており、スーパー 32X 版は、その表現から ESRB によって M 指定にされた。また、本作に用いられていたハードロックの BGM や悪魔をモチーフとしたデザインから反キリストが連想されることもあった。さらに、1999年に発生したコロンバイン高校銃乱射事件の実行犯が本作のファンだったことが報じられた結果、本作は若者に害を及ぼす殺人シミュレータとみなされ、FPS そのものが銃乱射事件と結びつけられた。また、本作が仕事に対する重大な脅威となり、オンライン対戦やシェアウェアのダウンロードによってネットワークが妨げられたとするいくつかの報告書が存在しており、実際これらの問題のためにインテルなどの企業や一部大学では勤務時間中のゲームプレイを禁止するという措置が取られた。いずれもデイビス・アブ・ヒューとブラッド・リナ・ウィーバーの共同執筆雑誌記事その他。ありがとうございます。